佐野由美は、日本の詩人、随筆家、講演活動家、歌手、タレントである。血液型 O 型。愛知県豊川市出身で、短い左足と3本の指以外を欠損している、先天性詩主欠損症で生まれ、幼少期は、乳児院で育つ。後に家族と共に生活し、両親の希望と周囲の協力により、 小学校から高校までを通常学級で学ぶ。高校在学中は、チアリーディング部で活動して、地元で報道されて、話題となる。高校卒業後は、事務職を経た後、全国で講演を始める。2011年6月に、詩集、諦めないで、から、楽曲が制作されて、定築エンターテインメントから、CD アルバムが発売され、2011年の、 第53回輝く。日本レコード大賞で企画賞を受賞する。2015年に東京コレクションでモデルに起用され、ムクテレのバリバラ、障害者情報バラエティで特集ドラマのヒロインに起用され、演技が評価される。2017年6月30日に一般男性と結婚。2019年5月に個人事務所である佐野由美事務所を設立。 2020年5月より YouTube チャンネルを開設。その弓オフィシャル。アミチャンネル2020年5月15日に第一子女児を出産。歩き続けよう君がいて僕がいる諦めないでドリーム。ありがとうございます。